私が考えた今年の漢字は、ふです。今年の漢字を星に決めました。僕が選んだ今年の漢字は、私が予想した今年の漢字は女っていう漢字です。ありがとうございます。今年を漢字一文字で表すと、はい、1ですね。龍一。イエーイ。私が今年の漢字だと思った字は武です。まず私が選んだ今年の漢字パート1は騒ぐという字です。パート2です。山です。私が漢字を発表します。私が選んだ漢字は9という漢字です。